金髪先生ですかじゃあこっちはね、カンパチ先生でいきましょうか。金八先生がヒットする中で、なんかね、パクリ番組で、カンパチ先生、ね、3年 B 組、カンパチ先生ってのが始まったんですよ。これはテレビシリーズとしては続編がなかったわけなんですけども、まあ、ほぼ金八先生と同じでしたね。うん。で、当然ですけども、リメイクもされずに、DVD も出ていません。もう見ることができないんですよ。だからこういったパクリ作品の方が意味を持っちゃうとかね。 あの希少箇所を持つってのは結構あることですよねちなみに当然ですけどもアダルトビデオ業界では「金髪先生」ってのがね出てきたみたいで外人先生となんかやっちゃうみたいなねそんな番組があったそうですいやほ本当にテレビって面白いもんですねそれではまた次回お会いしましょう